この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。釣れないな。やった、また釣れた。ねえねえ、どうしてそんなに釣れるの？フィッシング U で教えてもらったんだよ。君も一緒に行こうよ。わあ、また釣れたよ。すごいじゃん、大自然と遊ぼう。釣りが大好き、フィッシング U。 バケットマウスを進化させるオプションパーツがさらに充実。バケットマウスを持ってフィールドへ出かけよう。なんかもぞもぞするなと思ってたらこの子か、ね、まあ、そこ釣ったらこんなんですね。そうですよね、はい、でもチヌが多分寄ってきたらこういうの蹴散らしますもんね。ちょっと辛抱しながら、はい、はい、うわ、カニ食べてる、はい、うわ、カニ食べてる。これは本命でしょう。おー、いい引きですね。今餌何でしたか？これね、ボイル。ボイル、おお。絶対いるでしょうって話してたらもう来ましたね。これはチヌであってほしいね。その引きはきっとチヌなはず。もういい感じで浮きスーって入ってったんですか？そうはね、やっぱりあの餌取りの当たりとは全然違う。手前結構桃生えてるからね、ね、取り込みが、あ、頑張りますね。なかなか行くな。お、来ました、いいサイズ、素晴らしい。めちゃくちゃ元気がいいな、はい、見事素晴らしい、さすが、やりました。しかもいいサイズ、やっぱり太いですね。ねえ、ほんと丸いですね。うわー、これぞのっこみ、綺麗なチヌです。来ました。あ、来ました。あ、切れた。いましたね、これぞのっこみチヌ、丸々としています。ちょっと話を聞きましょう。そうですね、今ちょっと、うんうん、さっきまで大きめを狙ってみたんですけど、はい、うんうんうん、10メートルぐらい先ですかね、うんうんうん、ちょっと中心狙ってたのをもうちょっと15メーター、20メーターぐらい、もっと向こうに、もっと向こうに投げてみました。素晴らしい、はい、いいサイズ来ました。ありがとうございます。国金さん一番乗り、お見事でした。47センチ、素晴らしい。はい、さあ今日は浮き、この新製品の U国を使うんですけれども、はい、どんな浮きなんでしょうか？そうですね、うん、あのまあ、見ての通りチヌ用の大きな浮きということで、うんうんうん、まあ、特徴としてはこのトップがちょっとディンプルというか、ね、はい、こうへこんでる形になってます。であとはあの上の穴と、うん、それから下の穴の大きさが違うんですね、はい、うんうんうん、上が4mm、はい、下が2mm ということで、うんうん、まあ、この穴の違いの特徴としては、はい、この糸落ちが良くなるんですね、はいはいはい、で、まあ、この名前の通り、うん、誘いを入れるための浮きということで、あのチヌ釣りってこう棚を取って、うん、まあ、しばらく待った後にこう、うんうんうん、道と引き抜いて、はい、まあ、餌を動かすというか誘いをかけるという動作があるんですけど、はい、その時にこう糸がまあ抜けやすいので、うんうんうん、浮きがこうじっとその場に、はい、いたまんま糸だけこう、あ、餌だけ動かせるってことですね。なるほどなるほど。これどうしてもあの浮きが小さかったり、うんうん、穴あけが小さいと、うん、浮きごとこう動いてしまうので、うんうん、はい、まあ、ポイントがずれてしまう、うん、ということがあるんですけど、まあ、そういう誘いの動作が非常にやりやすい。で、セミの釣りをしていきたいですね。そうですね、はい、わかりました、お願いいたします。はい、お願いします。いやー、でも軽いな。またガサゴや。お久しぶりのガサゴ。浮きはスーッと綺麗に入ってたんですけどね。ちょっと黒い魚に変わってほしいですね。頑張ります。来ました。お、ど、今度はどうだ。あ、ハエニが怖い。ハエニをかわして、お、キランと銀色が見えましたよ。
浮いてこい浮いてこい浮いてこい、あ、浮いてきました。あ、本命だ。やった、すごい。しかもいいサイズですね。すごいすごい、あの、ハエニーをかわしました。素晴らしい。よし、そう。おー、お見事。素晴らしい。ちょうどまさまるさん、あの、見に来てくれたタイミングで大道さん釣られました。さすがですね。またいいサイズ。お見事。大きいな。よいしょ。おー、いいサイズですね。そうですね、やっときました。朝一にね、ちょっと切られてからちょっと時間かかりましたが、ね、バッチリ苦労しました。来ましたね。やっぱりこうノッコミらしいいいサイズ。そうですね、またこの幅も広いですし、はい、太いですね。なかなか丸々してます、ね。あのハエニーをかわすのさすがでした。お見事。もう待ってるだけですね。もう浮いてくるのを待ってるだけで、うんうん、焦っちゃダメですね。そうですね、あんまり無理しないで、うん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 、お見事でした。ありがとうございます。なんとか。素晴らしい。測ってみたら 47.5 ありますね。すごい、もうのっこみだ。その前に私にも釣らせてください。そうです、私が釣りたい。頑張ります。はい、お見事。カサゴ3回釣ってんのかなっていうぐらい同じサイズのカサゴが3匹目です。大道さんも見事なノッコミチヌを釣られ、残すは私のみ。しかし私にはチヌの気配が全くないんですよね。釣れる気がして、もう愚痴もこぼれています。おお、小さいけどチヌ本命です。すごい、浅いとこ回るんだね。ねえ、キワキワですもんね。すごい。続けて大道さん本命をキャッチ。恥ずかしながら勝手に釣れてました。すごい。いやいや、小さいですけど。十分十分、追加です。今がボコンとちょっと浅い感じ。どこで当たるか分かんないね。分かんないですね。いろいろやってみて。はい、ありがとうございます。はい、大道さんが釣り竿を変わってくださいました。さあ釣れるでしょうか。最後まで諦めませんよ。お、なんか食った。食った食った。チヌ、かわいいけど、あ、しまった、カモが。さすがやな。いやいやいや、一発や。かわいいサイズで。ありがとうございます。よっしゃ、ありがとうございます。大道さんにこの釣り竿をちょっとお借りして、そしてあの釣られた釣り方をお聞きして、アドバイス通りにやったら釣れました。よかった。一人だけ坊主で帰るかと思ったけど、よかったです。よかったよかった。なんとか顔見れました。さあちょっとサイズ的にはあのノッコミサイズとは言えないですけど、もう苦戦して釣れた一枚、すごく嬉しいです。いやー、君ありがとう。スコーンって雪が入って気持ちよかったです。今ちょっとね、仕掛けを変えて当ててくる潮だったので、 5B に浮きを変えて、もうドスンと落とそうと思って仕掛けを変えたらすぐ来てくれました。やりました。国金さんの粘り勝ちですね。これもなかなかいいサイズの感じ。すごい、あの反応のないところからねえ。すごいですね。すごいです。国金さんもさらに1枚追加。ちょっとちっちゃいですね。ちょっと良さそうな感じだったんで、殻のついたエビを。エビね、はい、イエローです、ね、丸エビイエローですね、はい、あれのちょっと大きいやつをつけて。お見事、はい、
素晴らしい。私も連れて無事全員安打で楽しめたところで、そろそろ納棺です。さあ、私もなんとか釣らせていただきまして、全員安打で楽しめました。そうですね、ちあの1枚目釣られた時、やっぱり幽谷でこう誘っての釣り方だったんですか？そうですね、うんうん、本当にあのうまいこと誘って戻したら浮きが入るみたいな、うんうん、お手本通りの形で釣れました。バッチリな浮きですね。はい、はい、まだまだ大型もいるということですので、ぜひ皆さんも狙ってみてください。ということで今日はお疲れ様でした。まだまだ大型チヌは潜んでいます。ぜひ幽谷で狙ってみてくださいね。フィッシングユー伊勢店から南伊勢方面でアオリイカ 700g が上がっています。ただいまフィッシングユー超豪華プレゼントキャンペーンを実施中。最高級リールをはじめ、クーラー空気清浄機などが当たりますよ。たくさんのご応募お待ちしています。さらにポイント2倍で、学割で、シルバーデーなどのお得な企画や、お魚マラソンなどのイベントも盛りだくさんです。紀北町レンタルボート N テックマリンから、安藤さんアオリイカ 3.5 キロとナイスサイズをキャッチ。永瀬さんほかアオリイカ、こちらも肩揃いで18杯の超過です。伊佐さんほか大門旗56センチとこちらもナイスサイズ、魚種豊富に釣れています。元浦渡船吉川から福田さんチヌ45センチをキャッチ。宮城さんチヌ46センチまでを2枚の超過です。伊藤さんチヌ40センチまでを4枚釣られました。釣りに必要な道具をお貸しするオール貸し出しプラン実施中です。月間プレゼント釣り券よりウェイトチェンジシステムタイプ QC の浮きをセットで2名の方に、フィッシングユーより釣り日和セットを1名の方に、明宝化学工業よりインナーストッカー BM51L を2名の方に、 N テックマリンよりレンタルボート1日無料券を1名の方に、ご希望の商品とご意見感想を添えてお寄せください。バケットマウスを進化させるオプションパーツがさらに充実。バケットマウスを持ってフィールドへ出かけよう。釣れないな。やった、また釣れた。ねえねえ、どうしてそんなに釣れるの？フィッシングユーで教えてもらったんだよ。君も一緒に行こうよ。わあ、また釣れたよ。すごいじゃん、大自然と遊ぼう。釣りが大好き、フィッシングユー。人生のレシピがこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。